桜大戦2前回の末からプレイしていきましょう。帝劇に着いたというところですね。売店行ってみるか。いらっしゃい。何をお求めですか。久しぶり。大神さんじゃないですか。大神さんですよ。お久しぶりです。中村椿です。うん、久しぶりだね椿ちゃん。俺もまた帝劇に復帰できたよ。よろしくね。そうだね、いっぱい買ってたもんね、ブロマイドね。なんだ待ってたってそういう理由か。あ、そうそう、大神さん。何？着任届は書きましたか？いや、まだ書いてないんだよ。いや、まだだけど。ダメじゃないですか。かすみさんやゆりさんが困っちゃいますよ。うん、早く行くよ。それじゃあ、私が事務局までご案内します。あ、ありがとう。ありがたいんだけど、俺あのブロマイドが欲しいんだけど。あらら、なんか随分作りも変わってる感じするけどな。セガサタン版と違うだけか。私のこと覚えてますよね。うん、覚えてるよ。名前はちょっと、あ、榊原ゆりちゃんね。うん、覚えてる覚えてる。お久しぶりです。なんだっけ名前。私です、ジムの藤井かすみです。藤井さん、藤井さんね、藤井ちゃんね。うん、みんな久しぶりだな。またこれからもよろしく頼むよ。それじゃあ大神さん、はい、こちらの着任届にご記入お願いします。うん、はいはい。これでいいんだっけ。はい、結構です。ありがとうございました。お、並んでる。大神さん、面白い噂話があったら教えてくださいね。そういうのはどうだろう。新しいブロマイドもたくさん入荷しました。あー、じゃあ行く行く行く、買いに行く。後で行っていい。またいろいろとお仕事を手伝っていただくと思います。うん、いいよ。よろしくお願いします。うん、こちらこそみんなよろしくね。よろしくお願いします。さて次はどこに行こうかな。大神さん。何？いや、椿ちゃん、随分ご機嫌だね。はい、大神さんが戻ってきてくれて本当に嬉しいんです。大神さんは定期に戻ってきて何が一番嬉しいですか？え？平和のために働けることさ。もちろん平和のために働けることさ。戦えるって書いてあったな。さすが大神さん、硬派な答えですね。硬派な大神さん、ナンパの大神さん、どちらも同じ大神さんですけど、硬派ならかっこいい言葉が、ナンパなら楽しい冗談がやっぱり似合いますよね。日頃の態度によって大神さんの言葉の伝わり方も違ってくるはずですよ。なるほど。いや、硬派伸ばした方がいいのかな。でもあんまりそんなことを気にしない方がいいかもしれませんね。大神さんは大神さんらしく、それが一番いいと私は思いますから。それじゃあ失礼します。よかったら売店に寄ってくださいね。硬派とナンパか、俺らしいのは一体どっちなんだろうな。まあしたいようにすればいいんじゃないっていうところではあるんだけど、時計の位置がなんかすごいよく動くな。キャッ、あ、さくらごめん。うわ、大神さんごめんなさい。この目を女の子にさせるのはまずいよ。俺なら大丈夫だよ。さくらくんこそ大丈夫かい。私なら大丈夫です。ありがとうございます。あまり時間がないのでつい急いでて本当にごめんなさい。なんか手伝おうか。いいよ、時間あるし。なんか手伝おうか、随分と忙しそうだし。いえ、その お気持ちは嬉しいんですけど、あ、大神さんも定劇に帰ってきたばかりですし、ゆっくりしていてください。それならいいけど、俺に手伝えることがあったら何でも言ってくれよ。はい、ありがとうございます。俺なら心配いらないから、忙しいのなら先に行きなよ。そうですか、すいません。
あ、この振り向きいいね。それじゃ急いでるので、これで失礼します。本当に急いでるんだな。それにしても何をあんなに急いでるんだろう。絶対歓迎会だよな。気づくよな、普通な。ブロマイドちょうだい。いらっしゃいませ、大神さん。はい。何をお求めですか？ブロマイドです。ブロマイドを買う。それじゃあブロマイドをもらおうかな。ブロマイドお求めですね。毎度ありがとうございます。そうだ、大神さん。一つお願いがあるんですけど、お客様の分もありますし、ブロマイドは月に1枚しかお売りできないんです。何枚も欲しいでしょうけど、お客様のためにも1枚だけで我慢してくださいね。ああ、全部見れる。おわ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。っていうかみんないいな、いいな。じゃあさくらから買っていこうか。それはさくらさんのブロマイドですね。さくらさん、大神さんが帰ってくるのをとっても楽しみにしてたようですよ。そんなさくらさんのためにもブロマイドいかがですか？買います。50銭だよね。あー、かわいい。着物じゃないさくらもいいな。じゃあ他のとこ行こうかな。それじゃあそろそろ行くよ。お仕事頑張ってね。毎度ありがとうございます。また来てくださいね。はーい。これここが気になってたんだけど、さっきからここ行けんの？あ、行ける。入れるんだ。大神さん。いや、さくらくん、日向ぼっこかい？ええ、とってもいいお天気だから少しお散歩してたんです。え、急いでたんじゃないの？春の日の光を浴びてキラキラ輝いてる。綺麗だな。私の髪に何かついてますか？あ、変わるんだ、2回押すと。いや、何もついてないよ。綺麗な髪だなと思って見てたんだ。ごめん、ジロジロ見て。ありがとうございます。そう言ってもらえるととても嬉しいです。じゃあちょっとお話ししよう。大神さん、春は出会いの季節ってよく言われますよね。今日も私たちの新しい出会いの日です。今日から楽しい思い出を作っていきましょうね。そうだね、これも思い出の一つだね。絶対俺言わないけどな、実生活で。ここでこうして話したこともきっと思い出の一つだね。そうですね、とっても大事な思い出です。大神さん、そろそろ行きましょうか。そうだね、俺も米田支配人のところに行く途中だし。それじゃあ失礼します。また後でゆっくりお話しましょう。さて、俺もそろそろ行くか。時間はまだあるな。地下2階、2階行ってみる。アイリスいるかな、部屋。ん？あ、お兄ちゃん、どうしたの？みんなの部屋を見に行こうと思ったんだけど、定劇にいない人の部屋には鍵がかかってるから入れないよ。そうか、みんないないんだっけ。記憶喪失かよ。いえ、みんながいないとやっぱり寂しい？アイリスがいれば大丈夫さ。寂しいけど、アイリスがいれば大丈夫さ。ほんと？お兄ちゃんありがとう。アイリスもお兄ちゃんがいれば寂しくないよ。お兄ちゃんとお話してたら、なんだか元気が出てきちゃった。じゃあアイリス行くね。バイバイお兄ちゃん。あとは自分の部屋見るぐらいにするか。もう人と会ったらね。っていうか部屋の数増えてない。新キャラいるのは知ってるけど、その人たちかな。ここが俺の部屋か。今日からここで俺の新しい生活が始まるんだな。中入るか。あれ、中から鍵がかかってるぞ。おい、誰か中にいるのか。さくらやな。さくらくんだな。
その声はさくらくんだな。当たりです。全然忙しそうじゃないんだけど。めっちゃ暇そうなんだけど。ごめんなさい、ちょっといたずらしちゃいました。アイリスの真似をしたのに私の声だってよくわかりましたね。わかるでしょ、さくらくんの声はちゃんとわかるさ。ありがとうございます、嬉しいな。あ、変わってない。俺の部屋が昔のまま残ってる。お布団も干しておいたし、床もきれいに磨いておきましたから。悪いね。ありがとうね。ありがとう、さくらくん。大神さん、さくらくん、私そろそろ行かなくちゃ。私はこれで失礼します。ああ、またね、さくらくん。さくらくん。あやめさんの部屋、空室になってんだな。今は誰も使ってない部屋だ。行こう。今は支配人室に行くことが俺のやるべきことだ。先に進むことが、屋根裏部屋？めっちゃ気になるけど、もう時間がねえ。時間がないのよ。支配人、入りますよ。よし、支配室に挨拶するか。大神です。米田支配人いらっしゃいますか？おう、大神か。まあ、入れ。はい、失礼します。本日、人に〇〇を持ちまして、帝国会議団に配属になりました大神一郎を出頭しました。お、遅刻せずにちゃんと来たな。結構結構。ところで大神、お前には、今日からこの帝劇で隊長として働いてもらう。花組の娘たちは、普段は帝国会議団の一員として、この劇場で暮らしている。しかし、有事の際には帝国会議団の隊員として戦わなくてはならない。舞台では縁の下の力持ち、舞台では縁の下の力持ち、舞台では指揮官、隊長ってのは大変な仕事だ。花組に戻ったからって浮かれてるんじゃねえぞ。気を引き締めていけよ。はい、わかりました。よし、以上だ。おっと、その軍服じゃ目立ってしょうがねえな。ほら、自分の部屋に、自分の部屋でこれを着替えてこい。わかりました。いよいよ花組の隊長として働くわけですね。もぎりだね。では着替えてくるので失礼します。あれ、さくらくん、アイリスも一緒にどうしたんだい？お兄ちゃんたちのお話が終わるのを待ってたんだ。大神さん、お部屋に戻るんでしたらお送りしましょうか？ダメ、お兄ちゃんはアイリスが連れて行くんだもん。行こう、お兄ちゃん。このイベントあったね、ワンにもね。一緒に行こうか。それじゃあ二人に送ってもらうか。みんなで一緒に行こう。うん、そうですね、3人で仲良く行きましょう。それじゃあ大神さん、行きましょうか。すごいな、 RPG みたいな。今日からここは俺の部屋か。さっきも来たでしょ。お兄ちゃん、あのね、今まで秘密にしてたんだけど、お兄ちゃんの歓迎会を今から楽屋でやるんだ。え、俺の歓迎会？黙っててごめんなさい。大神さんをびっくりさせたくて内緒にしてたんです。それ楽屋までさ、内緒で引っ張ってきた方が良かったんじゃない？アイリス、たくさん準備したんだよ。そうか、わざわざ俺のためにありがとう。それじゃあすぐに着替えるからちょっと待っててね。わかりました。アイリス、お部屋の外で待ってましょう。それじゃあ待ってるからね。早く着替えてね。それじゃあ急いで着替えるとするか。まずは介護の制服を脱がないとな。大急ぎ。アイリスを待たせるといけないし、大急ぎで脱ぐか。よし、介護の制服は脱いだぞ。シャツ、ネクタイを締めるって変態じゃないか。シャツを着よう、ベストもついでに着てしまうか。
よし、 T シャツ着たぞ。ネクタイも締めたし、次はズボン。あぶねえ、あぶねえ、ズボン履いてないのはさすがにやばい。なんか下半身がスースーするな。いかん、よく考えた、ズボンはまだ履いていない。こんな姿見られたら一大事で、急い、あ、お兄ちゃんもう着替え終わった？お兄ちゃんパンツのままだ。ああしまった。あ、ごめんなさい。アリス、外に出ましょう。もうお兄ちゃん、早くしてよ。ごめん。ああ、惨めな姿を見せちゃったな。お待たせしました。服も着替えたし、いつでも行けるよ。わあ、行こう行こう。場所は学園だよ。ねえ、早く早く。アリスったらはしゃいじゃって。おいおい、アリス、そんなに手を引っ張らないでくれよ。いいから早く早く、お兄ちゃんの歓迎会なんだからね。楽屋が一番広いのかな。びっくりした、めちゃくちゃ広いなって思ったら廊下だった。お兄ちゃんこっちこっち、中に入って。じゃあ、じゃじゃーん。それじゃあお兄ちゃんの入場です。入場ですって言うけど、でも二人しかいないんでしょ。わあ、これはすごい。楽屋が綺麗に飾り付けられている。お兄ちゃんこっちこっち。はい、ここが、お兄ちゃんの席だよ。わあ、全員いる。それでは大神一郎くんの花組の配属を祝して乾杯。かわいい。わーいわーい。これからお兄ちゃんとずっと一緒だね。大神さん、大帝国劇場へお帰りなさい。大神さん、これからもよろしくお願いします。うん、よろしくね。ありがとう、みんな。同じ帝国歌劇団の仲間として一緒に頑張ろう。家庭挨拶はそのぐらいにして、まあ飲めよ。明日からは雑用をたくさんやってもらうからよ。今日はパーッとやろうぜ、パーッとな。おっと、いけねえ、大事なことを忘れてたぜ。酔っ払う前にみんなに話しておかないとな。何ですか、米田支配人。実は今日、大神以外にも新メンバーが加わることになった。新メンバー？え、本当？イタリアから来て17歳の女の子だ。イタリア？みんな仲良くしてやってくれよ。本当ですか？それじゃあ花組に新しい仲間が増えるんですね。大神さん、どんな方がいらっしゃるか楽しみですね。そうだね、まあ仲良くしてあげないとね。日本に来たばかりならわからないことも多いだろうし、仲良くしてあげないとね。そうですね、私も仙台から来たばかりの時は不安でしたし、花組ではチームワークは何より大事ですからね。仲良くなれるといいな。それじゃあみんな、新隊員を紹介しよう。花組のメンバー、ソレッタ織姫だ。ソレッタ織姫、めっちゃ抱えてる。美人さんだ。あ、高飛車だ。高飛車はちょっと苦手だ。え、なんか、ソレッタ織姫です。よろしくお願いします。思ったのと違う。織姫って呼んでください。思ったのと違う。ソレッタの家はイタリアでは赤い貴族と呼ばれる名門だ。レッドバロン。レッドバロンじゃないか。バロンは男爵だっけ。へえ、すごいんですね。そんなの引っ張ってきたのか。この3人は、かすみ、ゆり、つばき、劇場の事務を取り仕切っておる。日本語堪能なんだな、こんだけ言われて大丈夫ってことは。花組の隊員だ。新宮寺さくらです。よろしくお願いします。やっほー、アイリスでーす。アホっぽいよ。あ、別に高飛車ってわけでもないのか。そしてこいつが大神一郎。
帝国歌劇団花組の隊長だ。あ、この気だるそうな目最高ですね。まあこういう席だからね、砕けた挨拶しようか。チャオ、マジかよ。織姫くん、帝国海軍少尉、大神一郎だ。俺も今日、帝国歌劇団に配属されたばかりなんだ。よろしく頼むよ。あまり良くなかったか。ま、とりあえず握手でもしようか。それとも、士官学校で教わったように、手の甲にキスをした方がいいのかな。ああ、下がった。私、日本の男はゴキブリ以下としか思ってません。だから初めに一言言っておきます。はい。バーカ。最悪の最悪のあれだね、第一印象を与えてしまったね、織姫くん。まあまあ、挨拶はそのくらいにして、織姫も大神も座れ。何これ、何、床が草でできてます。畳か。イタリア生まれだからわからないんですね。これは畳って言うんです。日本の文化です。なんか英語の教科書みたいな。日本人は草の上で生活するんですね。変ですね。なんかいちいちこう、自信もいろいろ最低って感じ。織姫、ローマの優雅で格調高い劇場が懐かしいです。帰れや。じゃあ、織姫ってローマの劇場にできたの。だってパリ歌劇団あるだろ、向こうは。行ってこいよ。なんだよ、じゃなくてヨーロッパ中の超有名な劇場を。ヨーロッパ中の。いつもいつも超前にしてたのです。そうですか。わあ、すごいですね。すごいよなこれ。さくらとかさ、なんかこれをさ、絶対スミレとかだったら揉めるとこなのにさ、受け入れてさ、わあすごいって言えるのすごいよな。無理だもん。まあ日本に来たばかりで最初はわからないことがたくさんあると思うけど、親身になって相談に乗るから何でも聞いてくれよ。何？ねえねえ。ああ、私もうお部屋に帰らせてもらいます。なんでこれ以上付き合ってられません。え？ですか？別に、ここにいても退屈だから帰るだけです。織姫くん、ちょっと待ってくれよ。俺が何かまずいこと言ったんなら謝るよ。日本の男とこれ以上話しても時間の無駄です。お先に失礼します。織姫くん、追いかける。ごめんみんな、俺は織姫くん追いかけるよ。ええ、私たちのことは気にしないで、今は織姫さんを。ありがとう、それじゃ行ってくるよ。気にしないでって言うけど、歓迎会に必要な二人がいないんだもんな。気にしろよ。織姫くん、ちょっと待ってくれ。ほら、少尉さん、わざわざ追いかけてきたんですか。それはね、当たり前だろ。今日から君も同じ花組の隊員なんだ。あ、仲間なんだ。君がなんで機嫌を損ねたのか俺には分からないけど、いきなり怒っていなくなったりしたらみんな心配してしまうよ。少尉さん、はい。間違わないでほしいんですけど。何？私は花組の仲間なんかになったつもりはありません。え？それどころ、
皆さんは私の引き立て役にすらなりません。なんだって？そして少尉さん、あなたみたいな日本人の男に私のそばをうろつかれるとスキンスキンになります。あ、鳥肌？あなた梅雨の日本と同じ、追いかけて来ないでください。散々の言われようだな、織姫くん。やれやれ、電撃に復帰したばかりだというのに前途多難だな。本当に、あ、かわいい。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。